ルールはフラッグ戦。相手のフラッグ者を倒したチームの勝利ね。私たちは私たちにできる戦いをしましょう。それでは試合を始めます。それじゃ早速特訓を始めましょうか。パンツァーフォー。え、ちょっと待ってください。私たち何も聞かされてないんですけど。簡単よ。私が一丸式で西住さんをバーンと追い詰めるから、ギューっていい感じに切り抜けてちょうだい。一丸式戦車が相手なんですか。細かいことは気にしない。全然細かくないんですけど。じゃ、行くわよ西住さん。シャドウはもう西住流というよりは西住美穂流ね。実際に戦って肌で感じてこの目でしっかりと見せてもらったわ。いえそんな、私はただいつも必死なだけで。うんうん、その必死さが西住さんの新しい境地を切り開いているのね。そうなんでしょうか。西住さん、伝統は大切にする必要があるけど、一方で新しい道は常に切り開かれなきゃいけないのよ。だって戦車道は常に前進せよ、でしょ。はい、今日はありがとうございました、蝶の教官。試合終了。